ついね、飛び込んだね。切り替え、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 切り替え。ジャンプ、ジャンプ。伊沢キくん。ジャンプ、ジャンプ。ちょっと無理マジで。ここなんじゃない？え？そう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 。足引っかかって、あたたたたったになって。あれ引っ掛けた。残っとったね。しょうがないあれ。行ってしまったけんね。行くならもうガッツリ行かないか。うわ、ナイボ山田。いや、惜しい。ようこさんが悪いな。はい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 。シビア。おー、ナイボ。おしゃれ。ナイシュー。ここいいですよ。いや、すみません。だっとだっと。あ、それお前やばいぜ。何？真ん中また。お、おシーズンやけん。この前しっかりモンハンしてやったわ、陽介と。2時間ぐらい。いいな、誘ってよ。いや、トモさん夜勤って言ったっすよ、ここ。ヨウちゃんと2、3時間ずっとやった。あん時、あん時ですよ。マジっすか。夜勤の時。あれか。いいなぁ。俺がスタバに見つけられた日が。違うよ、勝手に傷ついただけ。勝手に傷ついただけ。あのこの前のあれ倒したさ、あのでけえの。あの障壁、あ、何やったっけ。あ、はい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 。あのなんちゃら、バガラ、ドラ、ドラなんとかね。そうそうそう。で、あれがで、鉄塔が進化した。あそこでマグライト鉱石を手に入れたことで鉄塔が進化した。あ、刀みたいな、何だっけ、あの、なんていうんですかね、あれ名前分かるじゃん、みそぎって言うんですか、あれなんていうのとかやろ、あれ。いや、俺は結構ボブさんや。あー、もうなんかみんな体験ばっか使っとけん。いや、俺もそうなんですよ。自分みんな体験使っとけん、なんでランスにしますか。ガンランスがいいでしょ、絶対ランスなら。いや、ガンランスはなんか会社の先輩が使っとったけど。すべてにおいて。もうでも腹筋できるようになったやん。いやいや。足と一緒に。今回平均秒数で。マジで？意外に？みんな最初体験で。うん。チャージアップ。うん。自分最初体験で、ヨウちゃんが使っとったけ、ランスにしたし。あんま上手くないでしょ。なんか違うの言ってこう。あいつとこの前行きよってさ、カメ切りで頭食わせればいいのにさ、ちょっと V 破壊したっけ、尻尾とか言ってさ、寝と相手にさ、尻尾かましょっとけない。絶対ちょっと新タメにギアらしてとか。あ、そう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 それそれ起こしたんでしょ。そう、それで起こすっていう。俺と陽介それを繰り返しあって言っちゃいました。そういうことじゃない。陽介、俺下手いけんねとか言って、もうね、もう武器の攻撃力に任せとるもん。貝やけんは余裕よって。俺ぐらいであれば大丈夫って。この前、おお、はい、この前ボロスの防具を全部揃えたって。あ、そしたらそこの、あの障壁のところでマグマ食らいすぎて、俺火食らったらバリ火の耐性マイナス15ぐらいで。いや、作ったばっかりのこんな強いと思ってみたら、なんかあれマイナス15やったら 15% ダメージです、プラスですよ。もうあれやば、もうあれのせいで一回力尽きたっすもん。だからクーラードリンクみたいなの泣くの。いや、ないないない、あるある。あ、進んだら出てくる。いい。しかもなんか火に、いやー、初期みたいなのどうやって
ずっとダメージ食らう。いやなんか多分、いやなあのファイヤーのやつもさ、とりあえず水がないと水に浸かりに行かなきゃならんやん。いやあれ3回転がったら、あ3回転がったらいいじゃん。あれ道具があるか、なんか多分防具で防ぐかな。俺の方がパーフェクトなパスを出せるわ。あれ浮き玉でパス、ね、パーフェクトボリいやもうちょっと頑張らないかんな。多分いけると思う。3月1日なんで。ついても痛くはない。痛くはないですね。でも動かすのとか持つのが無理ですね。え大丈夫なの？でもカクってならんし、あのこう自然に曲げるんです。まだ。ただリハビリ行かないかんし。そうそう、あとあと。いや思いっきり蹴ってるわけ。トムさん、俺取るんですよ。一回思いっきり蹴ってやれば。あ逆にもう一回でいけるかなみたいな。でもなんかの漫画で読んどって。そうそんな感じ。それバキとかでしょ絶対それ。あ昼の空で読んだ。足骨折しとって思いっきりバキって。いやそれ漫画やけんですね。トムさん。3D だから。トムさん。